100いくりありがとう21歳について21歳について祭り21歳21歳 <laughs> あブログは今日あげますね昨日はちょっとみんな今日になりますはい プロ21歳についてそうもうよかったなんか思うんだけどさパ・リーグさんとセ・リーグさんなんかやっぱ力がなん,なんであんな差があるんだろうねなんかパ・リーグセ・リーグをさちょっとなんだろうクラス替えみたいにさなんか広島はなんか変えたらいいのにねパ・リーグとセ・リーグのこのな中のさあれをあれ今はセ・リーグは カープ、阪神、えっと、中日、ヤクルト、何言ったか忘れた、やばい。<laughs> 何言ったか忘れた。えっと、あっちから行こう, <laughs> う。あっちから行こう。そう、広島、えっと、阪神、 ヤクルト、中日、あと、d n a さんあ、巨人さん。そう、12球団ある,あるんですけど、それをさ、もう変えて、ちょっとあ、んそう、12球団の中で、そうじゃなくて、なんか、例えばさ、広島、ソフトバンク、 そうロッテ、阪神、巨人とか。巨人あと何もういけない d n a とかさそうそう、リーグをさ変えたらさ、なんか面白そうじゃない交流戦じゃなくて、もうリーグ自体、交流戦は分かってるんだけど、そう交流戦じゃなくて、もう。 そう毎年セ・リーグはこの6球団パ・リーグはこの6球団じゃなくってそうそうじゃなくてもうぐちゃぐちゃその概念をなくしたらさなんか面白そうじゃない交流戦の時とかしかさあのー、他のチームと対戦できないのちょっと悲しいえー、だってなんかあの回、ー 選手とかさそう面白いじゃんそう面白いよねそういつも同じじゃなくて変えたらちょっと面白いのにねパープロだとできるよやってます <laughs> そうなんか面白いのにねそんなもんにはならんのかね強いねパリーグさんプロ野球シリトリえ難しいね何がいいかな <laughs> 何かにするじゃあみんなが言って次私言うねでみんなが言って次私ね難しいね制限があるよ10個ぐらい続いたらすごいかなじゃあ選手の名前もありだしルールとかもありだし野球に関するものだったら全部いいってことにしよう <laughs> 鈴木誠也鈴木誠也の「や」からね鈴木誠也が多いのでじゃあ10個やったらすごいよね 鈴木や,やうんえ、や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 ヤクルト、と、と、ですと、すいませんこれ野球詳しくない人は楽しくないかもしれないけど見といてください私の野球知識をなんだっけもうそれを忘れた鈴木誠也ヤクルトとです。 とおるいとおるいねいい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  イダってんは違うイダってんは違う <laughs> もうイダってん聞くうちインフィールドフライはいあそうだんがついたはいはい <laughs> インフィールドフライいいですいいいいいいまたいいですね私見ないようにしますね答え い一いだってまたいいかいいいいいんーいい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 す楽天イーグルスイーグルススす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 スス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 スですよス。す お、スワローズ。ず、ず。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 え、ず。ず、もうなくない。ずはない。ず。ず。え、え、え。すでもオッケー、あ、すでもオッケー。

だ打球打球はい終わりですパチ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 答え見ないルールの答え見てないですよ見ずにこえてって考えてましたコメント読んでないですわいわい終わり <laughs> 終わりちゃんちゃん はい21歳についてちょっとわけがわからないメニューが来ました21歳についてあじゃあアイドルバージョンでやろうアイドルに関することだったら何でもいいアイドルしりとりはいアイドルしりとりやりますはい SKE48 とから始めましょう10個ねこれもはい SKE48 ととですと そうなんですかとアイドルに関する何でもいいですチームでもいいしなんだろう曲名でもいいし人の名前でもいいしととアイドルですよアイドル撮って出し写真うんじゃん 隣のバナナいいね隣のバナナななうーんなこみくくく,くです二人の気持ちはシンクロときめきこの息遣い脈の打ち方僕はあの きのきのき恋の予感懐かしいえなこみくく熊まさきはるかさんね <laughs> かかかかかうんかかかかかかえ難しいかえか。えか 遠回りしたくなる。ルルですル。ルに関するお80日連続配信中です。ありがとうございます。あと20日で100日だ。頑張れ頑張れ。ありがとう。80日ぴったりありがとう。ルです。ルルかルカさん、井上ルカさんルルかかかか。またか嫌だやめよう。ル <laughs> しょうがないなかかねじゃあかかーまたかかかうんーかかわかんないかかか。かか アイドルに関するか。か。かみ。か。歌詞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 ,歌詞はいし。し、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 しです。し。し。川島美晴。ああ、確かに。え、でも私、見てないですからね、コメント。自分で考えてます。歌詞。歌詞です。歌詞。 しししです白井由紀の白井由紀のの乃木坂フォーティシックスすです最後ですす,す最後で終わりすで終わりすすすすす

21歳,21歳についてて誰が言ったんだろうね21歳について私21歳なんです初めて見る方もいるかな私21歳なんです以上です <laughs> 現場からは以上です21歳についてとは分からない何について話しかじゃ21歳についての質問受け付けます誰が言ってくれたんだろう21歳になってみるとえー 二十歳より疲れが取れなくなった21歳お酒飲んだことお酒飲んだことあるけどそんなに何回かな5回ぐらいかな今まで体力はついた体力はどうだろうな えなん,かなんか19歳と20歳の壁は全然なかったんですけど20歳と21歳の壁は結構感じます疲れが取れないよ21歳は子供ですか21歳はどうだろうね私がなんか普段過ごしていて私21歳だなって思ったことがないですねまだまだ子供って感じ。 免許あるの、免許持ってます。歩道されそう、そう意外と歩道されそうで歩道されないんですよ。全国の21歳の中で自分が勝っているところは、えもう逆に21歳に見えない選手権やったら1位になれる自信があります。 そうだって亮波さんとかとさ同じ成人式に出たんだよそう亮波さんとか井田さんとか見えないよねどうなんかなんか大人っぽすぎてどうしようって思った21歳は人生の何合目えー、何合目何合目2合3合目2合目ぐらいかな 自分は15の春からおじさんだったのでうらやましいです <laughs> でも大人っぽく見える人いるよね子どもの頃は21歳どんなイメージだったえー、大人ご飯何合食べられるえー、0.5合かなフ日ピの成人式綺麗だったよ ありがとう同世代そう私のこの1998年生まれなんですけどこの世代結構ゴールド世代だと思います本当にアイドルでもすごい SKE でも皆さん素晴らしい方ばっかりだし他のチームの方でも乃木坂46でいったら斎藤飛鳥さんとか同い年だしあとは女優の、えっと、広瀬すずさんとか俳優の中川大志さんとかあと えっと、平良優奈さんとかえもうすごいですよ広瀬すずさんとかとも同じ同じ年なんですよああと橋本環奈さんとも同い年ですそう橋本環奈さんとも同い年世代ですいやーすごいよねすごい世代なんです黄金そう橋本環奈さんと同じなんだよ そう今さ今その中を言ってもさ私が一番21歳に見えないでしょそう平優奈さんとかも一緒ねね本当に多分その中で多分1列に並んでくださいって言われても私が一番なんか見えないって言われそうですどうやったらいいのかな サザエさんって何歳だか知ってえー、知らない100歳人って面白い人って面白いね一番賢いや一番賢くない橋本環奈さんはねあの遅う生まれだから遅う生まれっていうのかな3月生まれだから同学年だけどちょっと誕生日がフォローしたいありがとう 早早生…あ、まれっていうのか若く見られた方がこの先とで私の場合若く見られるよりもその下ですね子供って言われるんですよそれがちょっとコンプレックスですね <laughs> 何歳年下に見られたことある えー、でもよく新し初めてのメイクさんとか初めての現場とかに行くと17歳高校2年生って言われることが一番多いですかね。さすがにランドセルは背負えないけどそうかなー 若くそうなんか年齢より23歳若く見えるねっていうのだったらまだいいじゃないですかなんかもう「中学生だね」とか言われるのでちょっと「どうしましょうどうしましょう」って思う大人っぽくなりたいなあゆっぴーが自分で思う大人の部分はえー、どうだろうなわからない みよりさんは21歳でもなんでしるちょうとえー、市川みよりさんかわいいもんフレッシュレモンになりたいの初見です大学生ですか大学3年生あおみさんゆっちよりも大人 なとととここころろろ大人のところないフフッ青海さんとかユッチの方がよっぽどつな大学はきちんと卒業できたらどうだろうなぁ休学中なのでわからないですキャサは想像通りの21歳キャサは想像通りの21歳カビパリやって そう,大人,って何だろう、ね、大人になんかなりたくないよかい免許持ってるから免許持ってるけど車線変更できないから子供ですねそうですねああなんかさあのさ東山動物園のさフェネックさんさショックだったなびっくり。 ね、カピバラ見に行きたいなそう車線変更できないんですよそう車線変更できないなんかあのー、テストの時はさ先生がなんかあのー、今なら今チャンスとか言ってくれるじゃないですかそうで高速道路教習もなんか先生が今今行け今行けみたいな感じで。 なんか後ろを見て前見てなんか背が背も低いしなんか怖いんですよねできないことはないやれますけど怖いんですよ車線変更するのがそう高速道路そう高速道路はさあのー、テストでないじゃないですか危ないからかなそうテストがあるのはあのー、一般道なので高速道路ではらないのであのー そうなんです。車線変更そう車線変更は先生が、おじさん先生が、今、今は藤本さん今、今、今,今みたいな。今け今みたいな感じで。はあわかりました。カチカチカチって言って。そうなんです。だけど、あのー、一般道のテストの時は車線変更したかなもう忘れたけど でもあの高速教習やる高速教習はやるけど高速教習は試験じゃないからあの試験だったら先生が口出ししたらもうそこで減点じゃないですかでも普通の教習の時は先生が口出ししてもいいからその教習の時に先生が「もう今」みたいな感じでイケメン先生はいたいやもうおじいちゃん先生ばっかりそうなんですだからもう 取ったんですけどそうしかもテストは一発で合格したんですけどね車線変更せずに免許を取っていやテストの時は車線変更はしましたしそうなんですやったんですけど取った後で一人っていうか自分に乗るのはちょっと怖いですねもうシートの位置もこんぐらいガッチョンそう。 乃木坂みたいな先生がえー、おじいちゃん先生しかいなかった鬼教科鬼教科いなかったよみんな優しかった田舎は車乗れんと積むそれね積む積む積んだ積んだなぜ免許取ったえ免許でもさあの大学のみんなわかるかな 夏休みみのタイミングとかでみんな取りますよねしかも何かあった時に免許証を見せたりとかするのはすごい便利だから大学の先生も取れる時に取った方がいいよみたいな社会人になったら取れる時間なくなっちゃうそう身分証になるしそう学生証の時はもう学生証でいろいろいいけど免許証ってあとあとペーパーでもまあ持ってるだけでさ顔写真とかもあるし便利だからそう。 いいのかなと思って握手会とかね確かにそう年齢確認とかもあるし握手会の時の身分証そうなんだねっ実的きの男だな免許返納してみたらなんで私まだおばあちゃんじゃないよ <laughs> はいじゃあこの辺で <laughs> 広島はね、あのね、車のナンバープレートがあるじゃないですか。こう、に、ーーーーーーーとか、こういうナンバープレート、車につけるナンバープレートがあるじゃないですか。そう、これがね、カープなんですよ。知ってましたかここまでカープなんですよ、実は。そう。ここに。ここにこういう感じでカープなんですよ。 カープこんな感じなのは車まあ別に全員じゃないんだけどこれがあってつけれるんですよ知ってたこれまでカープなんだよ <laughs> そうすごいよねかわいいそれを見つけた時はラッキー 思いいいいまましたたはい、下面発表いきたいと思います今日はロッテさんに勝ちましたけどまあ今日勝ったけどでもって感じ <laughs> はい13番「茂るアットマーク」「ふよっぴよしさん」「12番コットンさん」「11番 KEBNI さん」「ケグニさん」かな?「10番ボブさん」「9番ショートアットマーク」「FF の子さんになりたい人生だった」「まだ今推してる人子さんだよ大丈夫だよ」<laughs>。 1> 1年も経ってない8番サクさんとマーク青森さんですよさん今ははい8番サクさんとマークサクさんとマーク青森7番県アットマーク冬っ、はい、ピオシ6番韓国ペンギン5番コロコロ今日の4番は雫先生ですしず雫ポツポツポツ,ポツピチョンくん <laughs> 三番みつくん、アットマーク、冬日吉ありがとう。二番、平野先生、アットマーク、練習、頑張、ありがとう。頑張ります。そして、今日の一位は、ムーさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、交流戦、なんか、大谷。選手がさ。あのー。<laughs> 悲しい交流者が楽しみはそれですね mvp ムーンさん一人ヒロイン